エイリー・カーツはアメリカ・ロサンゼルス出身の映画プロデューサーである。スター・ウォーズ第1作、第2作のプロデューサーとして知られている。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ、サンフランシスコ郊外の町で育つ。父は本職は科学者だったが、アマチュア写真家、映画作家でもあった。母は画家、彫刻家だった。南カリフォルニア大学で映画を学ぶ。大学卒業後、 ロジャー・コーマンのもとで数十本の映画の制作に参加し、録音、カメラ、編集、特殊効果と様々な仕事を学ぶ。徴兵されて、ベトナム戦争に海兵隊として従軍するが、アメリカ軍映画班の一員となり、記録映画を制作する。除隊後、映画プロデューサーを志望して、コーマン文化制のモンテ・ヘルマン監督の断絶の制作に関わっているときに、やはり、 コーマン文化生のフランシス・フォード・コッポラに技術面での助言を求めに行った際、新進監督のジョージ・ルーカスを紹介され、意気投合。ルーカスと共にルーカスフィルムを創設し、アメリカングラフィティにプロデューサーとして参加する。その後のスター・ウォーズ制作にあたっては、想像を超える巨大なプロジェクトとなった制作の現場で疲弊していくルーカスやスタッフ夫人をフォローして、 名プロデューサーぶりを発揮。続く、第2作、帝国の逆襲では、ルーカスが監督を降板したため、監督に起用されたアービン・カーシュナーと共に、制作現場を守り、シリーズを代表する人気作を作り上げた。だが、帝国の逆襲での予算オーバーのため、ルーカスと衝突する。そのため独立して、ジム・ヘンソン及びフランク・オズ監督のマペットファンタジー、ダーク・クリスタル、 オズの魔法使いの続編、オズなどを制作。批評的には高い評価を得たが、工業的に失敗し、1986年に破産して映画の世界から引退する。その後はイギリスに強化前英国放送協会のアニメシリーズなどの制作を手掛けていたが、2018年9月23日、ロンドン北部にて、ガンのため制去78歳没。 逝去は家族が公表した。スターウォーズ公開後から1984年まで日米合作のアニメ映画、ネモ、ニモの企画に参加していた。ABCDEF、G カーツ死指揮スターウォーズの制作者、産経新聞。 h t t p w w w s a n k e i c o m l i f e n e w s 1 8 0 9 2 5 l i f 1 8 0 9 2 5 n 1 h t m l 二零一八年九月二十五日閲覧。辛口評論で知られ、第一作を評価しなかった、ニューヨーカーの評論家、ポーリン・ケールも、帝国の逆襲では、 高評価に転じた。また、登場人物たちのキャラクターを深く描写したことからも、帝国の逆襲は、ファンの間でも評価が高い。イギリスのスタジオで、ダーククリスタルを撮影していたすぐ隣の部屋で、スター・ウォーズ・エピソード6、ジェダイの機関が撮影されていた。ありがとうございます。